さみ。突然見る影もない無残な姿になってしまったささみ。誰がこんなことをしたんだ。見つけ出して、それから殺害犯を見つけて。僕は僕の心のどこかに見たこともない感情が生まれ始めているのを感じる。殺害犯を見つけて、それから僕はその鳥を。俺も同じ気持ちだ。だけど今この学園には謎ばかりが溢れかえってる。ささみちゃんの影を追っているだけでは光が見えないよ。なるべく二つの事件を両方同時に調査していく方が近道なんじゃないかと俺は思うね。冷静だな先輩、やっぱ好きだな頭いいよね、なんだかんだ。もちろん封鎖についてはただの自然災害って可能性もあるけど、まあ、俺から言えるのはこんなところかな。冷静でいいね貴様の助言など最初から不要だおー、喧嘩しないでくれ。ありがとうございました先輩。この礼儀正しいりょうたくんも好き僕らも頑張ります。あ、そうそう、最後にもう一つ。あ、管理作業員室のお姉さんに会ってみるといい。俺の紹介だって言えば協力してくれる。出たお姉さん、ここで出てくんのか。お姉さんって言うと、あの無愛想で学園のみんなから恐れられてるダンディー系オカメインコのお姉さんですかなんかりょうたくんがささみっぽいな、言い方がそう、そのお姉さん。怖がらなくていいよ、ああ見えていい鳥だからさ。お姉さんは物知りだし、管理作業員室には便利な道具もいろいろある。仲良くして損はないよ。じゃあおしゃべりな雑誌は退散することにするよ。アディユー元気そうでよかった。先輩は颯爽と次のフロアへ向かっていった。ベラ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 とよく喋る男だな。少しは慎め。アドバイスしてくれたんだから感謝しないと。とにかくここにはもう何もないし、調査を再開しようよ。そうだな、次はどこへ向かうかだが、検視が始まっている科学室。学園の外周に現れた未知の壁、管理作業員室の何かいずれかが妥当かそうだね。せっかく坂崎先輩が紹介してくれたことだし、まずは管理作業員室に行ってみよう。管理作業員か、言い換えれば雑用だろう。到底役に立つとは思えないのだが。いやでもお姉さんね、結構鋭い気がするよ。でもせっかく先輩が紹介してくれているんですだし、あいつの言うことをいちいち聞いていると、ろくなことにならないと思うがな。なんでそんなあれなんだろう。もう先輩お兄さんなんでしょ。血のつながった家族にあんまり悪く言っちゃダメだって。ん？血のつながった家族だと？私を侮辱する気か？あんな汚れたちと一緒にするな。どうどう。非常事態でも昨夜の先民思想は通常運行らしい。こんなことで時間を潰すのはもったいないし、早く管理作業員室に行こう。確か管理作業員室は本館1階の隅っこだったかな。初めて行くね。怖いな、怖い、バイオハザードみたい。汚っ、何ここ汚っこれ誰かんち、誰かんちじゃないか、何これ、どういうこと失礼します。なんだここは、学園らしからぬ雰囲気だな。本当に汚いし、しかもこの学園の管理作業員室は当直室も兼ねてるからね。ここで寝泊まりしてるんだ。へえ、寝泊まりもできるようになってるんだよ。
鳩、さらにもう一羽鳩か。お姉さん、久しぶり。絶対あなたは何か関わってくると思ってたよ。あ、お姉さん、お邪魔しています。こんなところで何をしている？避難警報を聞いただろう。ふんふんふん。僕は河原亮太、それからこっちは白金咲夜。僕たち先生に許可をもらって学園内を調査しているんです。貴様こそ避難しないのか。慌てず騒がず、そして動からざること山のごとし。管理作業員とはそういうものだ。よくわからないけど、お姉さんからかっこいいオーラが出てる。動くのが面倒なだけじゃないのか。ここは私に任せろ。若い諸君は私に構わず先に行きたまえ。いえ、だから僕らは避難途中というわけじゃなくて、我々が邪魔だというのか。めんどくさい男だな。坂崎先輩の紹介で来ました。お姉さんに手伝ってもらえって。坂崎優也がそう言ったのか。ああ、そうだ。この私があの雑誌の言うことを聞いてわざわざやってきてやったんだ。まさかこのまま締め出すつもりじゃないだろうな。口が悪すぎるよ、昨夜。もっと丁寧に喋ろうよ。本当に。すみません、昨夜は外国から転校してきてまだ半年だから、日本語に不慣れなんです。ふむ、よく吠えるものよ。よかろう、入りたまえ。ほー。諸君は調査中と言っていたな。何を調べているのかね。現時点での調査対象は2件だ。砂肝ささみ殺人事件、そして不可解な学園の封鎖。お姉さんは管理作業員室から動かざること山のごとしなんですよね。この2つの出来事は知っていますか。あ、坂崎優也から概要は聞いてます。先輩マジで仕事できる。ということは、貴様がこの2件について知っていることはあの雑誌から仕入れた情報のみということか。ちょっと文字飛び出してきたな。ちょっと飛び出してきましたね。まあ、読めるからいいかな。呆れたな。何の役にも立たないじゃないか。しかし学園そのものについてなら知識はある。私とて常にここに留まっているわけではない。普段は学園全体の整備を担当しているからな。あ、じゃあもしかして外に突然出てきた灰色の壁のことも知ってるんですか。知らん。この役立たずが。昨夜気持ちはわかるけど暴言はやめようよ。でも確かにここで得られる新情報ってなさそうだね。あ、パソコン。あ、お姉さん、パソコン使わせてもらうことってできないですか。何か外の情報がわかるかも。それは不可能だ。あそこもやられてるってこと。今朝から電話も含めて全ての回線が遮断されている。有線でもダメか。徹底的な封鎖らしいな。避難のための封鎖なら外への連絡手段ぐらい残しておいてくれてもいいのに。本格的に無駄足だったようだ。時間の浪費だな。行くぞ河原。待て、諸君にブライド&マッシブな助言をしよう。急になんだな。なんだ、ブライド&マッシブ。何ブライトってなんだろう。行き詰まったなら学園長室に向かいたまえ。私はこれまで様々な教室の整備をしてきたが学園長室に入ったことはない。学園を覆う壁の秘密がそこにあるかもしれない。怪しかったもんな、学園長なんか。なるほど、学園長は直接体育館に姿を現していない。
体育館での放送が学園長室から行われていたなら、まだ学園長室にいるかもしれないね。確かに学園長に聞くのが一番確率で早そうな気がする。後で行ってみよう。それから見ての通り、この部屋は寝泊まりできる環境だ。必要であれば急速に使うといい。坂崎優也の紹介ならば受け入れよう。先輩の権力が。調査ノートはここに置いておく。記録も好きにして構わない。この非常事態だ。何が起こるかわからない。忘れずに活用したまえ。ありがとうございました。お姉さん、お姉さんのアドバイスも聞けたし、出発しよう。科学室と灰色の壁、それが終わったら学園長室かな。どこに行こう。いや、今言ったじゃん。今言っただろ。今言っただろ。選べる。まず、科学室に行きましょう。選ぶんか、ここで。うわー、嫌な思い出蘇る。失礼します。なんで明かりつけないんだ。つけらんないのか、非常事態だから。もともと科学室ってあんまりいい雰囲気の場所じゃないけど、今日はいつにも増して陰鬱な感じがする。あ、河田くんだ。先生見るとちょっと安心できる。先生、ささみ、いてくれてるんですよね。ありがとうございます。いいんだよ。君たちが体育館を出た後すぐに、坂崎くんに頼まれてね。先輩。行き違いか。あの男間が悪いな。脇を見ると岩峰先生が、気丈にささみを並べてる。方は気持ち悪い。おい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 。うわー、見たくない、見たくない。お前犯人だと思ってたぞ、私は。どうなってんだろう。そう、睨まないでくれませんか、河原か。それ、睨むわ。そら、睨むわ。睨んでないです。私が彼女に触れているのが、そんなに不服ですか。そりゃそうだよ。嫌みね先生は意地悪な意味を浮かべた。うわー、もう変態だ。変態だよー。やだ。別にそういうのじゃありません。ただこの学園の中であんなむごいことできそうなのは先生しかいないと思ってるだけです。嫌みね先生、何かわかりそうですか。そうですね、まだはっきりしたことは言えません。なんせ人揃い集まってまだ間がないのでね、少し時間がかかるかもしれません。結果を追って報告することにしましょう。なんか信用していいのかな、本当に。その間他を見てきてはいかがです。わかりました。先生の邪魔をするわけにもいきませんね。行くぞ、河原。なんかお子さんあたりをちょっとここで派遣しておきたいけどね、ここに。なんかせめてもう誰か、誰でもいいから味方っぽい人をさ置いておきたかったりするんだけど、しょうがないか。あ、河原くん、少し待ってください。なになになに、なんだよ。僕ですか。え、あなたには、一つヒントをあげましょう。え？ヒントってどういうこと？ヒント？あなたは私を疑っているようですね。そうだよ、そうだよ。私も疑ってるからね。ですから、もちろん信じる信じないはあなたに任せましょうか。ほう。あなたはおそらく大変大きな見落としをしている。見落とし？より正確に言うと忘れ物かもしれません。心に留めておくといいでしょう。なんだろう。
今はまだ、うん、あなたが立ち止まらなければおのずと答えは見つかるでしょう。楽しいですね、河原くん。何も楽しくないよ。日常が壊れていく音というのは。あなたはあまりお好きではないようですね。彼は非日常を心から愛していたものですが。彼？残念です。彼って誰だろう。さあ、こちらは私に任せて、あなたはどうぞ外の調査を。良い報告を期待しています。なんか全部話してくれればいいのに。なんだろうね。失礼します。岩峰先生は心からこの非常事態を楽しんでいる。気分が悪い。大きな見落としをしている。岩峰先生のことだ。僕を惑わせて煙に巻こうとしているだけかもしれない。気にすることはないと思うんだけど。岩峰先生、河原くんに何を話してたんですか？先生、本当に、なんか、マイペースだね。今、寝てたのかな？大したことではありません。はぁ、そうなの？そうですか。それならいいんですけど。あまり僕の生徒を困らせないでくださいね。と、僕たちは再びグラウンドに出た。相変わらず灰色の壁は一帯を囲っていて、朝なのに薄暗い。もう朝か。とりあえず壁に近づいてみようよ。遠くからじゃよくわからないし。そうだな。これ、壁だな。鉄か？少なくともかなりの強度があるようだ。本当にシェルターって感じだね。そういえば携帯がずっと圏外になってるんだよ。この壁のせいかな。そう考えるのが自然だろうな。うん。うん。びっくりした。この感触はそう薄いものじゃないな。力技で破壊するのは諦めた方が良さそうだ。どこかに非常口みたいなものはないかな。一応探してみるか。完全な密封状態にあるかどうかはまだ確認できていないからな。うん。じゃあ外周を一周してみよう。それらしいのはなかったね。ああ、どこも、下から上まで灰色だ。空調は問題ないんだろうな。こんなところでわけもわからないまま窒息死はごめんだぞ。確かに。空気。学園長は避難だって言ってたし、シェルター化してるならさすがに空調はちゃんと計算されてるんじゃないかな。というか、されてないとものすごく困る。昨夜どうかした？あれはハッチじゃないか？ん？昨夜がグラウンドの上空を指した。あ。お。あのマークはなんだ？本当だ。高さ15メートルか20メートルぐらいのところに、他と少し色が違うつなぎ目みたいなものが見える。確かにあそこはなんとなく開きそうな形をしてるね。ちょっと調べてみようよ。
おー、来たね。取っ手の手が見当たらないな。手動では開けられないのか。そうだね。もしかしたらどこか離れたところに操作パネルがあるのかも。今は用なしということだな。場所を記憶しておくに留めるか。考えたくないけど。本当にこうでもしなきゃいけないぐらいのすごい災害が外で起こってるとしたら、勝手に開けるわけにはいかないしね。ああ、次の調査行くぞ。そうだ、外で何が起こっているのか、僕はまだ知らない。ささみのこと、自分のことで頭がいっぱいになってしまっていたけど。外にいる家族のことも心配だ。母さん無事かな？ああ、職員室か。さてと、これで調査は一段落といったところか。そうだね、少なくとも状況確認は進んだかな。化学室では検視中。灰色の壁は全面を覆っているけど、一箇所だけハッチがあって。管理作業員室は拠点に使わせてもらえる。それからお姉さんが、学園長室に行ってみろと言っていたな。学園長室も本館の1階だよ。行ってみよう。学園長、学園長。いるのか、学園長。いるなら入るぞ。はは、確かに。さっきやって学園長にまでこんな態度なんだ。嫌峰先生以外に敬語を使う相手はいないのかな。確かに嫌峰先生には敬語使うわ。おい。返事がないな。よし、入るぞ。ダメだよ、サクヤ。勝手に入っちゃう。入れない？閉まってるみたいだね。不在か。それともイルスかな。そうだな。学園内をざっと歩き回っても学園長はいなかった。となると、ここで内側から鍵をかけて籠城していると考える方が自然か。どうしよう、待ってみる。そんな悠長なことができるか。こじ開けてやる。ナイスナイス。学園長室の扉だよ。明らかに他の部屋より丈夫そうだし、無理に開けるのは難しいんじゃないかな。仕方ないな。外から開ける鍵がないか、ナナキに聞いてみるか。そうだね、一度科学室に戻って。え、なに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 、どうした河原。何か聞こえた気がしたんだけど。何も聞こえないぞ。気のせいじゃないのか。引きずるような音っていうか、後ろからほら。ちょっと、やだやだ。マジ怖い、マジ怖い、マジ怖い。無理無理。なに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 。どういうこと、どういうこと。誰？ヒュッヒュッ。
何これ、目の粗い汚れた麻袋の頭。読めないみたいな大きな生き物がいつの間にか僕らの後ろに立っていた。これ生き物なのか？いや、だって、え？